皆さんおはようございます。亀丸子です。はい、ですね、1ヶ月前に撮ったクリオネが今一体どうなってるのか皆さんに見せたいと思います。こちらクリオネが入ってる冷蔵庫になるんですけども、クリオネたちは今生きてます。結構ね、多分ね、下の子も多分まだ生きてるけど、ちょっと弱ってる子もやっぱ増えてきちゃって、でもまだ生きております。ちょっと今日はね、酸素ちょっと入れた方がいいかなと思ったりして、蓋を開けようと思います。はーい、なんかな、でも下に沈んじゃってるかも。死んじゃってるかなこれ。あ、でもこの子は多分生きてる。死んじゃってる？あ、生きてますね。かろうじて。この子すごい元気。ということで、ちょっと蓋を開けようかな。酸素を取り込まなくちゃね。うん、まだね、泳いでる子もいます。まだ生きてる子も何匹かいますが、下に沈んでる子たちはもう死んじゃってるのかな。ああ、ちょっと動いてるね。頑張ってる。ああ、でもやっぱ、ああ、この子は多分死んじゃってますね。死ぬとちょっと腐敗してる感じかな。うん、ああ、この子元気。頑張ってー。頑張って上に向かって泳いでる。空気美味しいってなってんのかな。もうこっちの方が今2匹生き残ってるかな。すごい元気に泳いでるね。あ、この子か。この子すごい大きい。こんな子いたっけ？大きくなったとか？死んじゃったクリオネを、クリオネは食べないのかな。もう頑張って泳いでる。お、なんか、お、なんか外に出ようとしてるない？この子。めっちゃ上に。わーん、わーんって。なんだろう。なんか外に飛び出そうとしてるようにも見える。いやーでもね、3日でもう死んじゃうよみたいに言われてたけど、なんだかんだまだ生きてます。よかった、よかった。まだね、生きてるクリオネちゃんたちもいます。半分ぐらいかな。多分下に沈んでる子たちはもう亡くなりになっちゃってる感じかな。そうだね、前の動画でも言った通り、あんまりね、水温上がっちゃうとクリオネちゃんたちがね、暑くなっちゃうので、また蓋を閉めて冷蔵庫に保存したいと思います。ということで、クリオネのお迎えして1ヶ月後でした。次、また1ヶ月後どうなってるか皆さんにお見せしたいと思います。今残るは1、2、3、4匹かな。頑張れー。あ、この子かわいい。頑張れー。ということで、以上、亀丸子でした。バイバーイ。